やばい、こんにちはって言ってる、ディズニーが。やったー、ねー、ワクワクしてる。今回はディズニーランドに来ました。やっとチケットが取れまして、11時から入っております。まあ、いつも通り1枚1角を取りながら、Vlog って感じで撮っていくんですけど、マスクで喋るのが本当に苦しくて、どれくらい取れるのかちょっとよく分かんないんですけど、でもね、乗り物とか絶対いつもよりいっぱい乗れると思うので、1枚1角しながらね、楽しんでいこうと思います。まずカチューシャを買います。今回はピンクのカチューシャー。あ、無垢だったんだこれ。これって無垢だったんだ。そうだよ。ピンと一向に私には合ってくれません。リップ最悪ね。今お昼ご飯なり、この後どうするかってことなのよ。でもとりあえず乗り物乗っときたい。乗っときたいって。だからさ、ディズニーってさ、どうやったらいいんだろうね。全部優先なのよ、うん、でも乗り物乗りたいな。そっか、じゃあ乗り物今写真撮る気分になれないわ。あー、そうだよね。じゃあ乗り物乗ろっか、うん、なんかスプラッシュマウンテンに乗りたいということなんで、スプラッシュマウンテンに並ぶか、これ食べたら、うんうん、今日のリップを紹介します。あー、ちょっとここにないのでやめます。あっちにあるのでやめます。大丈夫大丈夫。今からスプラッシュに並びます。何分待ちだろうね。お願いします。あ、40分待ちだって。あ、さっきはちょっと短くなってんじゃん、ね、暑い暑い。暑い。ただいま中に入りました、はい、涼しくすぎて、はい、もう天国、もう天国天国。早く乗りたい。あと30分ぐらいで乗れるんじゃん。え、乗れる乗れる。やばい、涼しい。やっと中入れたね。じゃーん、やってない。見れない。なんか多分人混みにならないように、見えないようになってて、でも一応ね、こうやっておやすみのポーズしたんだけどね、それちょっと見れなくて残念なんですけども、まあ、もし見たい人は、頑張って想像してみてください。今どこにいる？どこ、今どこにいるの分かる？どこにいるの？暑いのと、はい、いろいろありので、はい、ぼーっとしてる。いや、そうですね。スペースマウンテンで頭ぶちかまそうと思います。あと30分だったんで。え、なんかさ、全部30分ぐらいで乗れるよね。乗れる。バスも20分だったよ、うん、乗りたくない？超乗りたい。あと新エリア通ってきたんですけど、ぼーっとしすぎて全然何も動画回さんし、なんかもう何も言わんで通ってきたっていうね。ほんと最低。なんか休憩のために乗り物乗ってるもんね、うん、なんかさ、そんなこと普通ありえないよね。このさ、時間が短いからさ、うん、休憩で乗れるけど、うん、じゃあスペースマウンテン乗ってくるね。あの、実は今日この日に合わせてあやちゃんとももかもチケット取ったみたいなので合流しました。お邪魔します。今からスペース一緒になりま す。もうちょい今、バイバイ。帰ってきた。チャンピハーネって楽しかったり。次何乗る？それな、どうする？ね、バズ乗ろう。バズ、バズ乗りたくない？乗りましょう。ムクチン、バズ乗っていい？バズ乗る。バズ乗ろう。乗りましょう。めっちゃ光っちゃった。やべえ。今一枚近くの方のやつ食べてます。お昼なのかな、これ。お昼、まあ、ご飯のあれ的にはお昼だよね、うん、もう4時半だけど、うん、11時に入ってきてさ、全然さ、え、長い長いと思ったけどさ、いつもより早く感じる、うん、乗り物いっぱい乗ってるのにね。うん、乗ってるから。乗ってるからか。私いつも11時とか、うん、ほう、同じだよ、うん、うちらのこの後のやりたいことは、ビッグサンダーマウンテンに乗る。で、スプラッシュマウンテンの最前列でびっしょ濡れになる、うん、で、あとピーターパン乗りたい。あ、はいはいはい。一緒に乗ったことないよね、ピーターパン。ないかも、うん、あとあれも見たい、カリブ。カリブね。え、てかさ、このカチューシャめっちゃ可愛いの、みんな。新しいやつでピンクのスパンコールなんだけどね、うん、薄ピンクでギラギラしないんだよね。なんかそう、まとめまとめで、だからなんかシュガースクラブみたいなさ、うん、好きなんだよね。好きよ。で、カチューってこと、なんか手臭い。なんの匂いこれ。絶対バーガーしよう。バーガーか。
のだ。こっちだ。こっちだ。ちゃうやろ。諦めどうにかして。諦めなさいっていうことよ。諦める。焼けた？焼けた？大丈夫。だからかけます。大丈夫。はい、私は朝ムクリにこのマスクをあげたんですけど、はい、ディズニーに来るときはピッタをおすすめしますよね。いやそうですね、なんかやっぱりピッタの方が盛れるし、盛れるしこれでかく見えちゃうんですよ、顔が。だからみんなピッタを買ってください。大阪に来ました。観光中です。ユニバー来ました。じゃあまた見てね。はい、中継おつなぎします。山下さん。はい、こちら中継の山下です。こちらはディズニーランドにいるんですけど、はい、はい、あそこに見るのがですね、モモカがモチーフとなったキャラクターです。はい、こちらですね。8時までなんて聞いてないってマジで。ちゃんと調べろや、自分ら。でもやっぱ、でもそうだよね、よくよく考えたらそうだよね。いやそうだよね、10時までやらんよな。え、だってさ、待って、だってうちら今からまだ1万円以下終わってないから、ご飯屋さんが終わる前に行かなきゃいけなくて今向かってんだけど、 それ、待って、だってうちらやりたかったことまだあったじゃん。あった。ピーターパンもカリブも乗ってないじゃん。そうだよね。スプラッシュももう一回乗るって言ったじゃん。言ったじゃん。泣いたり泣いたり。飛んで泣いて笑って、走って転んで、転んで、やっほい。これでコラボ。夜ご飯を今食べ終わりまして、さっき言ったじゃないですか、時間がね、時間がねって言って、で行きたかったお店はもう入れませんって言われまして、でギリだそうだぐらいの時間に今のこのパスタのお店に入りまして、やっと食べ終わりました。もう苦しくて動けない。結構ちゃんとしたレストランなのにこんな感じなの、うちらだけ。いや、何そうなの。風船買っていたい。風船買いたい、たい、たい、たい。風船買って飛んで跳ねて飛ばして、ヤッホイ。前から2番目だったの。ジェットコースターって後ろの方が楽しいじゃん。だからこうやってさ、こう下る時とかもさ、結構下ってからビュンってなるの。かわいい。ミニーちゃんがいました、ちっちゃい。いやだ、うちらより泳ぎんじゃん。え、ミニー。あー、美味しいって。いや、いいな、いいな。戻ろっか、あの年に。戻りたい、あれね、戻りたい。誘拐しそう。ね、誘拐しちゃいたい。乗れなかったカリブの曲流れとる。悔しい。カリブだけは毎回乗ってたのみんな。そうやな。どうしてくれんの。誰のせい。ドルちゃんとかバーナのせいだよ。声でかいね、恥ずかしいね、この音声のせいだよ、全部。そうなってんの、わかってんの。いやー、もう出ちゃうよ、出ちゃうよ、出ちゃうよ。帰る時にあのレストランにいたさっきの女の子が、うん、バイバイって手振ってくれたので、もうそれだけで私は焦点。こういうことです。もう幸せです。夢を与える場所、うん、東京ディズニーズレッド、うん、ここです。ここが私たちのアナザースカイっていうことやねんな。ということで今日もぐっすり寝て、いい目でも見てな。アムよ、アミカでした。